私たちは刺激を求めここに来た。なのに、そのはずだったのに。ほう、いい顔をしておる。まさかお主とこのような形で相まみえることになろうとはの。心一体、全てを尽くしてお主を葬ろう。願わくば熱き戦いを。はっけよーい、残った。いや、てめえも参加するのか。こっちのセリフだ。こないだダンジョンで抜け駆けしてくれた借り。すごっ。ガネーシャファミリアの主催で相撲大会が開かれるんだって。ほら、ガレスが好き。ああ、なるほど。ガレスが最近上機嫌だった原因はそれか。それでは皆さん、おう、おれ、お前たち本当にた、うん、ずっとあの調子。しかし、君たちが参加するとなると、よほどの対抗馬が出てこない限り。ふん。それでは早速、オラリオ大相撲大会の説明を行わせていただきます。特別顧問の。よく集まってくれた。お、相撲、徒手空拳。いつもガレス。当たり前。その通りだ。真偽体。ゆえに、ステータスの優劣のみでは測れん。ほう、王者。無論。エルガルムだけじゃなく、王者も。なんだ、ビビってんのか。切ったはったの勝負じゃ、大番狂わせがあるかもしれねえだろう。それに、奴らを倒せば。では速やかに参加者は登録をす。相撲は命。まさかオッタルまで出てくるとはね。これでこそ参加しがいもあるというもんじゃ。うん、思いっきりやるからだ。よし、やる気出てきた。胸を張りなさい。いや、
ちぐさ殿。この揺れ、まさか。あれ？でも。殿方の声。な？丸腰でモンスターに？こっちに来るよ。ちぐさ殿、下がってください。王者殿、なぜ貴殿。上手投げは。上手投げ。え、極東。昔大岡殿たちとの遊びで。頼む。はい。自分たちが竹崩し。なるほど、痛み。行っちゃった。なんだったんでしょう。まるでクマを相手に。ここ足柄の。やる気出てきた。そいじゃ一丁行ってみよう。胸を張りなさい。
とんでもねえ地響きがしてよ。俺はこい、いやいや、ありゃ海藻の新衣装だぜ。そこら中のモンスターを素で。モンスター相手に相撲の稽古とは。ガレスだってずっと執行っていうのをやってるじゃん。まだやるの？おう。ああもう分かったってば。難しい話なしな。分かっておらんじゃろ。そもそも執行というのはな。すっかり入れ込んでるね。まあ鍛錬にもな。お前はいいのかフィン。ん？王者が出るというのであれば血が騒がないということもないだろう。その気持ちがないといえば嘘になるかな。噂をすれば。あの音、鉄砲。どれ、おぬ。お、ちょっと、ま、話を戻すが。僕ら一人のそれを投げ出してでも。お、ああなら。少し行ってくるよ。よし、やる気出てきた。胸を張りなさい。モンスターリヴィラじゃすっかり噂の的だ。王者がダンジョンを本来は木を相手に行うものらしいが。ん？すり足で迫り張り手を打つ鉄砲、推進力を鍛える手法だ。なるほど、ガレスが言っていた通りの極東由来の鍛錬に気になりの鉄。それで。いや、都市再建。そうけ。そうか。けど、ガレスや君の。君の。の。一。き。稽古とは。それでいい。互いのすべてをぶつけてきそう。魅力的なお誘いだが、邪魔をしてすまなかった。はっ。ふん。相撲大会。
ねえ、変わってしく、そんなに警戒しなくていいわ。あな、いたらいたで面白さ。会場ではヘリンたちが警護に当たります。大げさね。でも不思議ね、あなたがこんな余興に興味を示すなんて。いや、そう、今のオラリオに。それもだんまり。見ていただける。うん、まあいいわ、乗ってあげる。ただ分かってる。はい。フレイヤ様の顔に泥を塗るような真似。泥ね。今のオラリオで、あな。おい、オッタルが来たぞ。オラリオ最く、くそ、震えよ、止まれ。負けてたまるか。盛り上がってるわね。じゃあ、はっ、フレイヤさん。懐かしいわね、あの子の兄。負けて、たま。お、これはみ、レベル1の冒険者がレベル2の冒。ステイタス、体の強さは重要だが、技と心です。なるほど。だ、第一級冒険者の方々が言われるステイタスに。ああ、さて、オラリオ最強の名を欲しいままにするって。対するはあのロキファミリア幹部。邪魔する奴はみんなぶっ。いきなり横綱候補ってやつかな。会場の熱も一気に加熱。い、それでは互いに向き合って。はっ。捕まらないよっと。大兄さんこっち。土俵縦横無尽に駆け回るアマゾン。これは簡単。ステイタスの勝負になるのかわすか。だが王者のすり足は。そんなトロトロ寄ってきたって。ここか。え、どうして私こんな隅っこに。土俵の上ではたとえ組み合っていなくとも常に圧力と圧力、知らずとオッタルの圧力に押され誘導されている。なるほどね。ティオナの本能的な勘を逆手に取り、うむ、筋肉の張りや目線なども駆使しておったわ。こしゃくな真似をしおる。勝負ありかな。Yeah!
調子は良さ。おうよ、張り手でフレームロック。それではガレス選手、土俵へ。わかっておる。それ。いよいよ結びの大一番、大会決勝。審議対ともにも、ここまでの取り組みでも危なげなく、文字通りの横綱相撲、興味深い一番になりそうだ。ほう、まさかお主とこのような形で相まみえることになろうとはの。心技体、すべてを尽くしてお主をほふろう。それでは向かい合って、はっけよーい、残った。これは凄まじいぶちかまし。このようなものを真正面から食らったら、ぬるいわ。受け止めた。数々の強靭な下半身、常人離れしたバランス感覚がある。すっごー、これがしこ。地味な基礎鍛錬を積み続けてきた二人のぶつかり合い。こそ相撲だ。神事と呼ばれた武術の。すごい。うん、ただ押し合うだけに見えて、終始互いの隙、今日探り合うように、一瞬でもし、うん、熱戦沸騰。さてどうなる。うその勝者はオッタル。硬直した展開にじれてしもうたか。完敗じゃ。不定。少しは嬉しそうな顔の一つでもせんか。まあこんな面白くはあったけれど、わか。王者、いや、横綱オッタル、優勝賞品はな、我がガレーシャファミリアの力を尽くし。あの、お望みは、どのように。あ、はい、もちろん、私たちの叶えられる範囲の。ならば、真の横綱の称号。はい。横綱とは、天下無、ならば、最強の者を倒すことこそ。おっしゃってる神、武見か。ん？俺は、武。なるほど。何？どういうこと？ああ。ステータスを持つ僕らに比べれば力も速さだが、え、何千何万年、いやそれ以上の英語を武に捧げてきた武士。そうなの。うむ、カジシンが打つ武器に人現にマスタースミスのじゃあ
その挑戦。ちょ、匠。何？心配するな。これは相撲だ。命だ。子供たちの取り組みを見ていた。では、始め。そう。やる気出てきた。そいじゃ一丁行ってみよう。胸を張りなさい。突如始まった大一番、横綱オッタルと武神。それでは互いに向き。はっけよなるほど。あれ、動かんのではない、動けんのだ。迂闊に達人の、そのような真似、わし、まさに神業を持つ達人を前にして、ステータスでねじ伏せるような武装。